菊水山ロードバイク担いで。素晴らしい。ちょっと直しくすいません。最後のキャノンボールにするんですか、再チャレンジありますか。スマロット公園に来ております。2023年の3月、キャノンボールが始まります。にぎやかな感じですね。大丈夫だ。岩井さん、お疲れ様です。お疲れ様です。今日の調子はいかがでございますか。いや、ぼちぼち。ぼちぼち。行けるところまで。はい。4時間ちょいで。一応往復で。往復ですか。往復なんや。あ、珍しい。こんな感じです。調子が良ければ。良ければ。はい。狙っていこうと思います。はい、そうですか。よろしく。頑張っていきましょう。お願いします。陽平くんの先輩の堀川です。あ、先輩。あ、はい。一緒に行かれる感じですか。FM の、DJ の方でパーソナリティさん、はるかと申します。はるかちゃんですか。はい、それはそれはよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、かわいいですね。はい、ありがとうございます。ご無です。めっちゃなんかすごい足ですね。気合が入ってます。昔の自転車の残りカスです。あ、自転車もともとローディーだったと、はい、そう、ということで残りカスです。よろしくお願いします。店舗よりお疲れ様です。あ、どうもどうも。がっつりトレラン女子、トレラン女子かっこいいよ。東京から来られた杉咲さんご夫妻でいらっしゃいます。バディですね。前回はバディで行かれて無事に完走されて、翌日に淡路島で泊まられてでしたね。確かね。明日は奈良で。あ、今回奈良で撮っていらっしゃってと。目標タイムとかあったりされますか。いやサブ20で気合が入った感じの。あ、しっかりともテーピングもしていらっしゃって。普通は他で、奥様も他で、色違いで。あ、そうですか。それでは安全に頑張ってまいりましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日セレモニー、いつも選手先生とかやってるんですよ。ですが、その人がレオちゃんが来てないんですね、今。だからセレモニーはなっていうことで、セレモニーなしだけでやりたいと思います。本当申し訳ないです。言えない。スタートが8時を予定していますので、スタートは8時です。行きたい方は前列で。第28回キャノンボールランスタート。はい、スタートしてまいりました。スマロ公園からたくさんの方がスタートしていきます。佐藤さん、調子はいかがですか。あ、はい、なんとか。なんとか。花粉症でちょっと体が重いですが、はい、行きましょう。何ですかな。確かに今日は記念撮影。神戸の夜景も綺麗ですね。綺麗です。良いですね。よし、400段階段スマアルプスでございます。すいません。行きましょう。名物映像でございました。キャノンボールにコロナ後で参戦してるしげださん。あれ、足骨折とかなかった。ここの腓骨骨折治ってんの。治ってないです。治ってないよ。もうちょっとでくっつくと思うんですよね。そうですね。くっついてないのかよ。みんなで祈っといてください。あの、粉砕しないように。粉砕したらダメだよ。
休憩ここでちゃんと心得てますね。はい、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。です。お疲れ様でーす。あ、ペソコです。あ、ペソコさん、ペソコさんですか。そうそうです。ありがとうございます。ゆきじです。あ、ゆきじさん。あ、それはそれは。お疲れ様でございます。す順調ですか。はい。あ、ナイトスピードでしたっけ。私ナイトスピードで、あの彼女だけ大きい。あ、そうですか。あ、それはそれは頑張りましょう。頑張ります。頑張ります。はい、お疲れです。ローソンでございました。変な人いてる思ったら茂田さんが、いていて、いいよ、全然いいよ。ゆっくり行ってください。菊水山ロードバイク担ぐ茂田さんでございます。すごい。足骨折中でございますが。もう全然、後ろいませんからゆっくり行ってください。大丈夫、大丈夫です。左足あかんで、もう。かんでも無理したら。いただきます。いただきます。うん、そうめん、そうめん二つお願いします。はい、おそうめん。はい。ありがとうございます。すいません。二つ分は入れまーす。パンダさんです。はい、はい、水山登る。菊水山の入り口で調達しました。調達した。これは杖。杖ですね。竹の杖。杖ですね。すげえ、すげえ。じゃあちょっといただきましょう。そうめんいただきます。これってまさか。杖、杖、杖。ま、菊水山でございました。どちらからお見えですか。大阪市浪速区です。あ、大阪市浪速区ですか。はい。あ、そうですか。今日はパワーですか。今日はパワーです。あ、パワーですか。頭もパワーです。頭もパワー。いや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 。素晴らしいおしゃれな衣装で、はい、ちょっとぐるっと、ま、一周回っていただいてもよろしいですか。はい、あ、まさにザックもなかなかいい感じでございますね。ゾウさん、ゾウさんですか。アマビエです。アマビエ、もうちょっと時代遅れですけど。いやいやいや、素敵なお召し物でありがとうございます。下ジーパンですか。あの伸びるジーパン。伸びるジーパンですか。綿ですか。あ、綿ですね。綿です。大丈夫ですか。綿は大丈夫です。そうですか、そうですか。軽装ですので。それそれ、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、すみません。それは地毛でいらっしゃる。地毛ですか。あ、そうですか。素敵な、素敵な、よく被り物と間違えしてきました。はい、キャノンショー。あー、これはわらわち。わらわちですね。はい、すごい、そこ自作の感じで。いや、これはもう売ってるやつ、ね。あ、売ってるやつなんですね。はい、人差し指だけちょっとあの、黒く、あの、ネイルされてる感じで。これ、靴で、靴でぶつけた。そうです。わらわちだと思ってない。わらわちだとぶつけないですね。あ、今日4人さんで。はい。あともう一人。あー、そうですか。皆さんパワーで。ひこちゃん。はい。あー、そうですか。トレラン女子一言、はい、もしよかったら何回目ですか。一応バディ、バディ、バディ、あ、バディで、バディ、あー、そうですか、はい、何回目ぐらいですか。キャノンは、キャノン自体はもう何回も行ってるんですけど、あ、何回も、もうベテランでいらっしゃる。いやいや、タワーはいつも途中でめげるんで、誰かにこうアテンドしてもらいながら。そうですか。目標タイムとかあったりいたしますか。いやいや、もう明るいうちに帰れたら。うちに帰れたら。今回24時間で行ったんですか。そうですか。サブゴールで、まあ、安全に楽しく行ってまいりましょう。はい、はい、ありがとうございます。強烈なキャラクター。キャラクター。はい、ありがとうございました。素敵な虫物、ありがとうございました。おかしな格好してますけど、真面目です。ということで、楽しい方でございました。すいません。テングエイド、お邪魔します。びっくりする。頑張れ、頑張れ。びっくりするやんか、スピーカー。スピーカー、びっくりするやんか。ちょっとあの YouTube 撮ってるんですけど、募集されますか。したいです。あ、したいですか。したいです。じゃあ、あの、お名前からどうぞ。はい、吉賀です。吉賀さん27歳です。27歳。幼稚園の先生してます。そうですか。吉賀さんはどちらにお住まいでいらっしゃって。神戸です。あ、神戸ですか。はい。じゃあ神戸の、え、トレイルランナーがご希望ですか。あ、できれば。あ、できれば。あ、そうですか。じゃあ、神戸のトレイルランナーの皆さんは、吉田さん彼氏募集中でございますので、はい、ぜひお待ちしてます。どうします。どこにアクセスしたらいいですか。インスタ書いてます。インスタ書いてる。インスタここまで、ここまで、はい、メッセージをよろしくお願いします。お願いします。はい、どうもありがとうございます。はい、すいません。よかった。先輩エイトです。お疲れ様です。二人分お願いします。二人分。はい。もう一個ね。はい。よし。はーい。お疲れ様です。ありがとうございます。はーい、ありがとうございます。お願いします。うまそうです。いただきます。
すごい本格的なエイドですね。すげえ。すごいですね。素晴らしい。ワインもありますよ。ワインもあって、熱感もあるから。すげえ。行きまーす。はい、すいません。すごいいい匂いのするエイドでございました。お酒の種類いっぱいでしたね。すいません、よろしくお願いします。コショウは入れますか？お願いいたします。はい、じゃあお二人ともありで、いつもありがとうございます。こんな感じ、楽しみにします。はい、じゃあコショウお願いします。はい、ありがとうございます。頂戴します。はい、火の粉まで温まってください。はい。うわ、マジであったかい。これどちらから今日お見えになっていらっしゃるんですか？大阪です。あ、大阪ですか、はい、じゃあ6個はたびたびよく来られる感じで。たびたび来てるんですけど、キャノンボール。あー、そうですか。今日が最後。最後、最後のキャノンボールにするんですか？今週山梨に、山梨移住するので。移住するんですか？あ、なんと山梨で何されるんですか？山のお仕事を。山のお仕事、あ、はい、それは素晴らしいですね。お近くにはどんな山があるんですか？貝駒ヶ岳。あ、貝駒ですか？はい。あーそれはいいですね。南アルプス、はい、じゃあ今回思い出のキャノンボールになると。そうなんですよ。次いつ来れるか分かんないんで、はい、今日パワーですか？パワーです。パワーですか？パワーでバディです。バディですか？あの辺でスープ。ああ、そうですか。なんともさんです。そうですか、そうですか。はい、ここでちょっと段を取って頑張っていきましょう。はい、行きます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ光ってる、めっちゃ光ってる。警備員のお名前じゃあ言っていただいていいですか？岡田です。岡田さん、サードプレイスで、はい、警備員をしていただいてる。ありがとうございます。ご苦労様でございます。よろしくお願いします。お疲れ様でした。じゃあご苦労様です。すいません。続々と館内から夜景むちゃくちゃ綺麗ですね。寒いから霜が思いっきりついてるよ。これ氷点下間違いございません。ガツオクさんももう完全防寒、ゴアテックスにしてます。これは寒いわ。到着、ゴールしました。ゴールしてないけどゴールです。ここで精一杯です。平本ちゃん、お疲れ様でした。あ、お疲れ様。ちょうど今焼けたとこやわ。マジですか？いいタイミング。マジですか？平本焼き生姜焼き。平本ちゃんから頂戴した生姜焼き頂戴します。うまっ。明るくなってまいりました。チルさん、お疲れ様でした。ああ、お疲れ様。走ってないけど。僕走ってないけど。走ってないけど。完全防寒。これモンベルの ゼロ。いや、3番じゃない。あ、3番、うん、上のダウンもあったかそうやね。ね、あのじっとしてるからね。どうですか、今日寒かったですか？今日は寒かったね。風がきつかったね。キャノンボールが帰ってみて、ジュージューと焼いてる白もっちゃん。誰か、中華スープって言った人、鶏ガラスープって言った人います？あれ、いなかった。鶏ガラスープの方いない。いませんね。コーヒー、はい、はい、ということで終わりでございます。ありがとうございました。今日行かれてる方でございます。キャノンボール初参加。関西のが地元だけども今お住まいは名古屋で。名古屋からなんでまたキャノンボールに参加しようと思われたんですか？いや、もうずっと気になってたんですよ。気になってた。何が気になってたんでしょうか？いや、夜中走るっていうのが、ね、あ、トレランはされてないんですか？してます。あ、それもされてて、はい、今日キャノン走られて率直に感想いかがでございましたか？疲れました。疲れますわね。疲れますよね。それは40ね。足売り切れました。足売り切れましたか？売り切れてます。再チャレンジありますか？したいと思います。ああ、けど今日は逆方向でね。ね、逆方向もあります。今日は片道だけですから、はい、ぜひ往復ね、はい、おかわりもしないといけないですね。ね、まあ 1.5 の方もいらっしゃいますし、2往復の方もいらっしゃいますのでね。はい、そうですね。神戸の夜景がこう見れたりして、すごい綺麗でしたね。ね、名古屋の人にも紹介したいですね。あ、そうですか。今後ちょっとキャノンボールどうしようかなっていうふうに考えていらっしゃる方にちょっとメッセージを一言お願いできますか？お気楽に。
参加できるレースだと思うんで。そうですね、まあ、レースって言っても別にね、はい、誰かと競うわけでもなく、はい、江戸もいろいろあるんでお酒も出ますからエナジードリンクエナジードリンクね出ますからぜひご検討の方参加してみてください。よろしくお願いしますお疲れ様です。いらっしゃい。ご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願い申し上げます。